狐ダンスを見た、中日ベンチの様子が、立浪さん。なぜ、毎回お笑い担当の大野が不在なのか。ベンチにいる全員が戦う顔してるわ。今年も踊ったら2軍に強制送還されるんやろな。ベンチに険悪な雰囲気を流す素晴らしい監督。柳もいないし大野もいないから、誰も笑わず真顔で見てるのが面白いわ。さすが中日さん。この時の淳は何してるんやろな。日ハムに負けたからベンチもピリピリしてそう。狐ダンスをすることが許されない球団。立浪も横浜ベンチを見習ってくれ。一昨年よりは雰囲気いいと思うわ。ドアラがいれば、一緒に踊ってくれる選手もいたかも。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。